何こいつ、いた。これメジナのでかいやつじゃね。ああ、ヤトさん用意周到ですね。すべてはもう計画した時に勝負が決まってます。すべてはもう計画した時に勝負が決まってます。ウツボいる。うわ、超でかいフグいる。超でけえ。でっけえ。すげえ。めっちゃいろんなやついる。ここもすごっ。うわ、なかなかの。そんな磯だね。お、亀の手あるじゃん。亀の手あるじゃん。ちっちゃい。ちっちゃいけど亀の手ある。ほら、亀の手。ここにもある。先端は？ほうほうほう、これナイスポイントだね。ナイスポイント。手前が岩礁になってて、ちょっと10メーター、15メーターぐらい行ったら少しそこから深くなってる感じだね、水の色からすると。足場もしっかりしてて、いい感じですね。
わ、逃げたやつここにいた。ここに逃げてきてた。あ、今度メジナ見つけたら絶対なんか違う手で取ってやろう。 T シャツとか、まあ網がなかったからな。もう準備した段階で勝負は決まってるわ。これはマスさん、潮干狩りのコツは何を言って、磯遊びのコツはマスさん、完全な装備とまずは装備です。まずは装備です。お、アマさんがいるね。これは、これあれじゃないかな、玉キビ貝じゃないのかな。ここは結構魚がいる。あ、なんかアジの子供みたいなやつもいる。綺麗。こいつ。こいつなんだろう。カンパチかな。シマアジかな。紫色のカニ。大きい。あ、逃げた。岩と岩戸の間にハゼかな。すごいハゼのたまり場。岩をひっくり返したらハゼのたまり場になってた。あ、カメノテいた。カメノテ、この隙間のラインがずっとカメノテが、カメノテがずっとあるラインですね。こういうとこにいます。こういうライン、カメノテです。お、なんだ、アジかな。カンパチの子供かな。すげえいっぱいいるね。ていうかハゼめっちゃいる。ハゼめっちゃいる。無限ハゼ、無限ハゼがいる。ここに来るね。なんだろうこれ、何の魚だ。これ大きいね。こいつなんだ。ハゼ、ハゼにしてはすごい柄だね。うわ、全部フグじゃん。フグだらけ。フグと黒いのはなんだ。黒いの、黒いやつが混じってんのはなんだろう。カメノテがいっぱいあるね、この辺は。こういうのとか、こういうとこ、
には普通に入ってるね。うん、普通に入ってる。亀の手。いや、いかにも釣れそうですけどね、これはね。いや、釣れないよ。難しいんだ。面白いですね、釣りを楽しんでるっていうのがね。釣りはね、1日5時間ぐらい毎日食べてる。1日5時間毎日毎日5時間じゃない、5時間どこじゃないよ。5時間どこじゃない。朝の6時からだいたい12時までいつもやってる。6時間毎日だよ。毎日結構なことですね。この房総 の、 あの海でね、こっちに見る。うん、こいつもでかいよね。うわ、めっちゃ鮮やか。うわ、バリバリ釣ってる。うわ、手が反転してくる。よいしょー、これもでかい。でっかー、でっけー、こいつめっちゃ毛生えてる。Thank you.